今日の企画。企画じゃない。企画じゃない。とりあえずあれですよ。我々が今何してるかというと、1ヶ月の、お店のお休みにして。村的には全然ね、はい。お休みにして、雪山合宿、うん、北海道雪山雪ほぼ雪板合宿。雪板ね。まあでも今自分たちが一番冬のなんか遊びとしてね、なんか山の。今までの、 俺たちのハイキングとかそういうところでの延長線上で、ねね、やれる遊びなんじゃないのかなっていうところで、まあ今俺たちがこうどういう遊び方ができるかなっていうのをやってる最中だね。そうそう、今駐車するためにそうみんなで書いて書いてここの林道を歩いて、はい、まあ1時間半ぐらい歩いて今見えてるあれだね。そうそう、あそこのここに見えてるところに行くと、早くも1日目にして行ったことあるとこ滑るのつまんなくねってなって、もうすでに移動してるっていう遊び場をちょっとね、そうだね、探しながらロードトリップ的な感じでみんなでこう、あの斜面どうだとか止められるとこありそうかとか言いながら探してね、直感を頼りに。まあ1ヶ月間北海道のランコシってとこにある、うんうん、ペンション貸し切ってるんで、うん、まあ入れ替わり立ち替わり、うん、みんなムーンライトクルーみんなで合宿して2月は過ごしたいなと思ってるんだけど、とりあえず今はこれ北海道で、うん、まあニセコ周辺の山をこ う, そうなんだろう、スポットを探しながらみたいな感じでね、うん、やってるんだよね。そうそうそう、この雪山ニセコ合宿をね、まあちょっとこう適当にこう撮って様子をね、うん、こんな感じで定期的に撮りつつ、どんな感じで遊んでるか、ね、遊んできたかみたいなのがね、まとめられたらいいかなって感じでね、うん、じゃあそんな感じで今日も安全に行きましょう。はい、よろしくお願いします。はいっす。前も出るこういうのだよ。前で何これ、ハマっちゃったの？え？早速ハマるって言っちゃう。ハイエースが早速ハマって原因でとりあえず出すかみたいな、こんな傾いちゃってるね。傾いてます。ここは回らないです。沈んでます。脱出できるのか。そう、みんなが前に押しながらで、ニュートラルで誰かがそっち入ってて、軽いやつが、軽いやつがいいんじゃない。お、雪板軍団現れる。いいね。あそこの山を目指してます。あそこです。楽でしょ、後ろは合わせる。びっくりするぐらい楽です。楽。もういらないんじゃないかぐらいスノーシューが。誰もいない山を目指してみんなでハイカップしていきます。ここハイカップして、ミラルはあそこにいる。めちゃくちゃ静か。
はじめで。すごい気持ちいい。平坦だ。わずかな登りをこうずっと登って山の取り付きに向かっているところです。あそこまで雪はパウダーが深くないんで、あの先頭のラッセルもそんな大変じゃないし、この人数10人とかで回してればもう後ろは本当にじゃらくちんな感じでやってますね。あのさすがに10人で大所帯で山に入るんで、こういうあの滑る人たち、滑るの楽しみにしてる人たちも、ね、他にもいるんで、あの誰もいないところ、本当に自分たち以外は誰も入らないような山に今入ってるんですけど、まあ、そういうところも雪板のすごい自由に遊べる魅力なのかなっていうふうに思いますけどね。めっちゃいい景色、めっちゃいい奇跡奇跡じゃない、めっちゃいい景色ですね。今ねだいぶハイクアップでヨッシーが先頭で汗だくっす。結構汗かいてるね。めちゃめちゃ汗かいてますよ。安心してください、乾きますよ。コアなら安心してください、コア着てますよ。なんだそりゃ。いやでもこのぐらいでもう雪山で大汗かいてもね、安心してくださいってことなんだよね。コア着てるからね。いや昨日俺さコアベストの上にセンチ着てたけど、うん、今日はもう一日やってもうプラス。ああ、でもやっぱ汗かくんだったら、うん、そうコアだ ね、 コアだね、やっぱ地肌に着てる ね。 そうですね、一日山の中入るって分かってると、うん、ふうちゃんは汗かいたの？びちょびちょなんですけど、これ大丈夫ですかね。これ安心してください。乾きますよ。楽しみです。わざとらしい。うさんくさいな。40分ぐらいでしょ。30、40分、50分ぐらい。でももう歩いてる時にね、もうそこら中にこういう斜面が、これやばくねっていう斜面がいっぱい出てきております。後ろに髪引かれるぐらいね。屋上の一本を求めて我慢して。だこの感じだとさ、見てた下から見てたあの斜面すごい大きそうだよね、実は。気持ちよさ、意外と傾斜がそんな強くないから、うん、木があっても、そうだね、リーダーに行けそう。帰り、あ、そう、このトレス滑っていけるかもしれない。小さいけど、今休憩中です。見つけました、大きなバーンを。おー、すごい、まだまだあると思うんで、このまま登り続けます。超楽しそう。楽しそうだね。やばい、すごいね、あの斜面ね。本当だよ、大きい、いいよ。まだこの先も春から進んでって、おー、最高。雪もだんだんやっぱ深くなってきてるね。よし、うわー、これはやばいわ、岩。あ、だいぶ雪が強くなってきた。だね。ね。もうちょい上がって長いの行く感じ。そう、この先に結構大きな斜面が地形図見るとあるから、せっかく歩いた昨日みたいなのよりまたね違うところ滑りたいしね。いいね、未知の斜面が待ってます。楽しみですね。ねえ、こういうハイクもいいよね。吹いてきてるけどさ、めっちゃ
けわかんない何が待ってるかわかんない感じでいいねえ。うわすごいすごい、うわこれをまださらに上がってって巻いてあそこに出るって感じ。うわ最高だこれ。これ外から見えてた本当。そう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 だと思う。そこまで巻いて、ウィンドウを巻いていって、こう敷きます。すごい、やばい。雪板で、北海道で、あ、里山なんだけど、里山のスケールが全然違いますよね。で遊びそうな感じです。自分で見つけてさ、この目の前にあるこの斜面見るともうさそれだけで満足だよね。すごい段々いい感じになってきたね。山の感じが雰囲気できましたね。もう手も減ってきて開けてきたしね。斜面が、うん、パラダイス、ね、パラダイスだよこれはこういうとこがいっぱいあるんだよ北海道は。めっちゃ楽しいですねこの。そうそうそう、多分ね見つけたい放題だと思うから、地図見ながらそうそう斜面見つけて当てた時はやばいですね。そう、その時はもうね何とも言えないね。誰もいないですね。ね。はい、到着でーす。よし。こちゃんの流行る気持ちが。さあ、ここから登ってきた分下りながら帰るって感じになりますね。何本か登り返す。まあとりあえず下まで降りてって、でそこから登り返すか、もしくはもう下山しながら、そうだね、通ってきた。斜面を押すかって下まで行って、そこちょっともっと下まで行っちゃう、もっと下まで行っちゃう、あの林道より先の沢まで行っちゃって、さあじゃあ行きますかね。想像以上だった、最高だよこれ。本当に車乗っててさそうあそこよくねって言ってそういう遊び方がね、勝手にスタートがあんな遅れてスタックしてるこれやりたかったやつ。本当だよね、ロードトリップしながら里山なんだけどあそこいいんじゃないかっていうところをちょっとアタックするっていうね。後半ね旭川とか十勝の方行ってみるかって言ったけど、ちょっとこんなにね近場でね、確かにいいところが出てくるとね。まだこの先半分、まだ半分しか来てないから、そうだよね、別の日にもうちょっと早く出ていくっていうのもありだし、もう多分またリセットされるし、最高最高。じゃあ行きましょう、行きましょう。おー行った、
ナイス、うわナイス、いやいいね親方、うまいうまい親方、うまいじゃん、ヒヒナイス、いやいいね頑張れ、うわはは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 、今、2個目の斜面です、気持ちよさそうだ、2個見つかったね、いやここもやばかったね、うん、やばかった、めちゃくちゃ楽しかった、いくらでもあるね、こういうところが、そういうどうします今日、とりあえずだから、撮りながら、あ、ここ行けるなって言ったところ、そうだね、左に上がります、いやもう楽しすぎて、田中さん、田中さんの膝タス、膝タスが出ちゃって、膝タス完璧にやられちゃってじゃあ安全に、じゃあ、ね、次のとこ行きますか、行きましょう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 、もう一杯行きたいのを抑えて行きましょう、行きましょう、もうみんなうつうつしよう、ピークはよ、100メーターくらい上がってる感じかな、よいしょ、どうしたの今日、ハイライトに、いやピークに、ここからこれを下に行こうか、行きましょう、ああはあはあ、行こう、緊張感あるね、ここはね、いいね、ちょうど風の通り道、これドキドキする、行こうよ、片尾寺お疲れ。ヘソヘソやん。
静かになっちゃった。終了ですね。楽しかった。楽しかった。結局5時間ぐらい。ちょうど本当計画してた5時間で。5時間で。予定通り。やっぱメンツっすね。どうすか北海道トリップ。とりあえず2日目にしていきなり、うん、探索 BC 当てたね。当てた。バッチリだったね。いやー最高だったです、うん、下りも自分らが踏みつけたところ下ってくるし、うん、いやー楽しかった。じゃあまたまだまだ。そうだね、まだ2日目だから。こんな調子で行きますかね。そうですね。じゃあとりあえず寒いんで風呂。風呂入ります。風呂行きましょう。お疲れ様でした。お疲れです。いいっす。これな。この林道上がっていって、このグネグネを使いながら、ここに一つ谷があるんですよ。あるね。この谷まず落とす。落とす。でまたこの林道に出て。これを登って、もう2回目スムーズだから。で、ここからまた落とす。じゃあこっちに谷が。そっちしかもそっちの谷の方が長い。長い。そう。ずーんと行く。ずーんと。これやばそうだね。結構大きな谷だから。面白いですよね。いや、まだまだ最後1個あるんですよ。ちょっと待ってください。これ、さらにこれを登り返す。うん、で、このピーク過ぎてここまで行って、そうだね、この谷バーンって行ってこっちに中華林道に帰るか。帰る。それやばいな。これ多分相当楽しい。近いですね。それアタックですかね。それ明日、明後日か。明後日か。明後日行きましょう。これでどこか分かる人はすごいけど。とりあえずこうやって見つけるんで、こういうのちょっと撮っとこうかなって。いやでも本当そうだよね。これ。いやチョコ食ってる。チョコまみれ食ってる。チョコまみれ食いすぎてる。リカバリーはチョコまみれ。あ、俺用にチョコまみれ、俺用に置いといてくれる。いやでもさ、本当さ、今日みんなで見つけてさ、うん、とりあえずそこに行ってみようって感じじゃん、うん、帰ってからこうやって答え合わせするのとかマジでさ、めちゃくちゃいいよね、うん、てかね、これこのラインだったよね、贅沢、うん、今日だから行ったラインをで、一番最初に滑ったのがこの U 字カーブを曲がったところの斜面が高校ですね。うん、降りてきたね。これ一つのあの雪板パターンに使えますよね。 U 字カーブ曲がった後のところに、これは使える。これは使えますよね。なんか雪板だとこれぐらいの、なんつうんだろう、これぐらいの感覚っていうか、これぐらいの距離でも十分遊べ、いい、あの満足できるから。そうですね、そういう意味で手軽だよね、うん、スノーボードだとちょっとっていうか、だいぶ物足りないところが出ますもんね。うん、雪板の場合はこれぐらいでも全然遊べるから。で、それで次この沢で遊んで、あ、そこか。ここで戻ってきて、ここ2本滑って、この沢で2本ぐらいみんな滑って、で、降りてって1回戻って、で、ここ登ってトッピングまで上がって、で、これをドーンと落として。これに乗って、ここら辺から上がって、ちょっとこっち行って、で、そのまま間違いです。ここがね、超オープンだったんですよね。うん、時間的に諦めて、やめよっつってね。やめよっつって。もう3時だぞ。トントンって。でね。で、これでここ落として。で、ここまた林道、みんな板乗って、降りて、って。よし、早かった。早かったね。で、板がいいんじゃない？だから板が長い、ちょっと長いじゃないですか。そうそう、うん、重くて、ね、いいですよ、ね。でもまあ冷静にここもさ、スタンスとか考えながら降りてて、割と楽しかったよね。スピード出てないんだけどさ。うん、
だ今日のところで分かったから、次ちょっとこの辺がね、その 下が気になったんだよね、そのさらにこう、そうさらにこの南側、そう見えてたんだよね、この辺のやつがさ、そうそこ狙いだったんですけど、それをまあ明後日、そう明後日行こうかな、行こうかと。もうあのどうどう今見つかった？作戦会議。言わないの、ですね、これにかかってるからね。ここはめちゃくちゃ雰囲気良かったんですよ。じゃあ明後日だな。どっち行くか決めよう。だからこっち側か、今日行った方側か。方側か、うん、そうしましょう、うん。よく寝れましたか、はい、今日は、何日目なの？5日目。今6時ジャスト。水が増えました。あれこれ2分石田さんも今日は合宿合流ということで近くないよ近くないよ合流します。どうですか石田さんは、初に近い初、この全然総勢10名を超えるそう、まずはそこに慣れたいと思いますラッセル楽だから。そうだねお願いします。お願いします、はい、いいね、パンツ合ってる。とりあえず出発で、はい、この間行ったところの、この間ニンニンと夜地形図見てここ行こうって、あの別の奥の林道から入ってきたとこ。そう楽しみだね、はい、どんな今日はどんなのが待ってるか、うん、またじゃあ一日回していきますんで。そうだね、はい、じゃあラッセル頑張るぞ。誰かヨッシーヨッシーヨッシーに頑張ってもらえますか。ありがとう。おいっす、はい。
沢地形いいな、うん、あの沢地形いいね、ここまで入ってくるかですね。そうね、こうやってね、左はこういう壁になってて、国道の分岐から入ってね、なかなか林道に繋がってるっていうのはね、ないからね。3時間ぐらいハイクアップ、うん、はい、です。標高400ぐらいアップです。すいません、今ちょっとあまりうまく話せれないので、ちょっとカットしてもらっていいですか？ですかね。はい。ちょっとあの今じゃないな。今じゃない、今すいません、今話せないかもしれない、今話せないなんで池田さんブーブーですか。今日もオール雪板全部メイクですね。9時、ここから3時間ぐらいのハイクで目的の山に行きます。到着ですね。到着。こっから角州で入っていく感じだよね。今は絶賛みんなで用意してるところ。そうだね、うん、まあ、結構歩いて時間かかりそう。2時間ぐらい、いや、もっとです。3時間ぐらいは行くと思うんです。おっす、おっす。もう大体みんな準備 OK、はい、大丈夫だね。じゃあこれからみんなで頑張ってここからラッセルしていきますか、うん、まだ見ぬ谷を求めて、斜面を求めて、うん、石田さんよろしくお願いします。お願いします。ボス拉致られました。拉致この軍団にようこそもちろん今日も誰もいませんので、僕らが見つけた ただの山行きましょう、はい。カムライトが調子いい、似合ってる、ね、こっちもカムライト、こっちもカムライト、これライキのカムライトだっけ。そうですね、カラーのカラーがライキのやつ。そうですね、お今日テストで使ってる、また来年なんで皆さんお楽しみに。あれが調整がシンプルなの、前までコードがあったんですけど、もうゴムだけで、あここのところ1個だけでずっとできるように調整が、あ後ろだけのここだけだ。すごい締め込みが超いい、ね、ここ前はここにコードがあったんですけど、それがもうなくなったんで、はい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 、もうミトンつけただけでもうすぐ行けるのはめっちゃいいです。あいい、あ今日のコンディションも良さそうだよね。良さそう、冬のこの雪のシーズンだけどさ、肩周りがやっぱストレッチ効くんで、雪に耐えるとき絶対いいと思う、うんうん、いいね。ボディがヘイローで一番蒸らして温めてくれる、はい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 、ここはすごいバランスがいい感じ。いいね。で肩周り結構汗がバーって出てくところをカミレーカーにしてで抜けてくれてっていうので、いいっすね。じゃあ今日はテストっていうことで、テストでもう今時点で最高にいい感じですいいねダブルチップもあってここでベンチレーションもできるので、はい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 、いいね、格好がいい、まず似合ってますよ。あざっす山崎くんも来季の似合うね、色がさ、いい色っすよね、うん、すごい似合ってる、ありがとうございます。こっちはね、ライキング入れるな。俺ね、T シャツさん、バックパックの中だ、中のベスト、僕は新しい OMM のベストを着てますね、中に。
濡れた場合どうなんですか、コアは。安心してください、乾きますよ。いや今日もコアで、コアフーディプラスに新しいコアジッパーベスト、はい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 、これも来季のテストで今使ってるんです。そうですね、うん、自分結構あのハイカップすると汗かきなんで、うん、これジッパーあるとやっぱりこう開放的に体温調整できるかなと思ったのでちょっと調整、はいはいはい、で一番下は、ベースにしてるのはコアフーディプラスですね。コアフーディプラス、まあ、この真冬のねこういう0度下回るときはベースをコアフーディープラスは結構みんなやってるよ ね、うん、鉄板っていうか、まあ、汗びえしないっていうので、うん、安心してください、ちゃんとコア来てますよ。ありがとうございます。じゃあいよいよ出発ってことで、あそう俺も今新しいコアフーディー着てて、ベストを着てるって感じで、うん、大丈夫です。じゃあみんな良い、いい感じ、いい感じ、よっしゃ、じゃあ出発しますか、行きましょう、行きましょう、ね、じゃあラッセル、ラッセル舞台、はい、じゃあ若い衆がまずは先頭。お願いしてもいいんですかね。お願いします。じゃあ行こう、このまままっすぐ、まっすぐで、うん、行っちゃおう、このままもダイレクトに突っ込んでいくんで、マジダイレクト、マジ超ストレート、軍隊のように、直進で大丈夫です。おはようございます、はい、おはようございます、どうですか調子は。調子はぼちぼち上がってきました。ゆきいたの調子は、ゆきいたの調子もだんだん、今日私久しぶりに撮ったり、ああこれね、 いきなり壊したからね、いきなり壊しちゃった、初日でいきなり壊すっていう2本目で壊しちゃった。ちょっと期待してるんで、はい、今日よろしくお願いします、はい、じゃあ行ってください、行ってください。気をつけてぶつけないように、長いからだいぶ飛び出ちゃってるじゃん、大丈夫か。じゃあ行きます、お沢を、ちょうどいい橋ができてるね。冒険だな。冒険だね。まだ山に取り付いてないの。水きれい。よいしょ。よいしょ、よいしょ。お。北海道らしい大平原から山に取り付く感じがいい、いいですね。こういう時も OMM の調子が行きますね、うん、そうだね、地形図見てね、うん、やっぱりいいですね、近くの林道まで車入れなかったんで、 そのちょっと手前に止めて今歩いて直進して山の取り付けに向かっているところで、ああこれで多分想定より30分ぐらいはかかっちゃうね、まあ行けるところまで行こうか。そうだね、おおすごい、いいよ、普通にスノーシューハイクとしても楽しいレベルね、うん、場所はねちょっとここでは一旦ちょっとシークレットっていうか、まだ詳しい場所は言えないんですけど、すみません、すごいね、本当誰かが釣ったルートもありません。もうちょい、もうちょい、こっち、いや、いいなこの大平原、普通にスノーシューで歩くだけでも楽しいじゃんね、浮いてるみたい、皆さん何度も言いますけどこの大集団なので、あの普通に一般的なスポットには我々行けませんので、こうやって
本当に人知れず 100% 誰もいないっていうところを選んで来てます。まあ、それも雪板の面白さの一つかなと。雪板のね遊び方っていう意味で、こういう、こういう、うん、パーティーでも遊べるよっていう、うん、ね。今回リフトもなければ、はい、全部自分のね何もない足だけで、ないので、まあ、それをわざわざ良いと思ってやってる感じですかね。OK。今何？ルート2人でチェックしてた。そうですね。そうす。じゃあ先頭ナビゲーションお願いしますね。ナビゲーション。ナビゲーション楽しいね。やっと分かるようになってきた。見えるようになってきた。OMM のおかげだね。そうです。生きるでしょこういう遊びに。楽しいっすね。ビルダネスだね。ビルダネスよ。すげー綺麗ね。こういうところも行けるっていうのは贅沢かもしれない。普通にスノーシューが楽しいもん。ここそうだよね、うん、普通にスノーシューで楽しくてまだアプローチ序盤だけどね。またいいねこういうスノーシューハイクしつつ山取り付いて、うん、普通に、うん、楽しいよね歩いてて。楽しいこの景色、なりそうだ。こうやってどんどん高まっていく。ドロップイン最初するのを楽しみに、高まりすぎて気持ちが高まりすぎちゃうとカチコチのまんま倒れちゃうから。滑りの話ね。はい、リラックスしてあ、もうすでに滑りに思いを馳せてるよそりゃ。この今日は登ってって馳せながら楽しんで歩いてます。なるほどね。このハイクアップ。おお、めっちゃいい感じ。おお、いいね。これ林道じゃないんだけどね。普通の道じゃないんだけど、なんか道のようだね。地形図にはないよ。でもなんか多分道かなこれ。明らかに木が間ないもんね。すごい歩きやすいね。だんだん傾斜が上がってきた。このラッセルだったら。どうせ林道もラッセル。林道出ちゃうの？林道出ないで行きます。あ、林道出ないで尾根行くのどう？いいと思うよ。じゃあそうしよう。見えてきたね。斜面が目の前に僕らが行くべき斜面が。すごいね。ドーン。うう。すごいね。ねえ。これで確かに。あれやばいじゃない。あれやばいな。すごいね。オープンバーンが。まあ2時間かかんないかな。2時間弱ぐらいかな。目指しましょう。あそこ。エデンが。バーを目指してる。そうだよ。こっちじゃなくて。いや、そっちから上がってって、あっちはだから雪崩とかのリスクもあるから、あのツリーの方がいいんじゃないかなって思うけどね。雪板だしさ。まあ状況見て。すごいね。なんか本当日本じゃないみたいだね。本当さ、北欧って感じするよな。すごい景色だな。やばいね。白樺超綺麗だし、この山すごいね。ドーンってやばいじゃん。すごい。植生が気になって。ドカーン。いきますよ。雪板軍団。あれ、はい、そんな感じなんですね。あの絵が3人なの。
だ目標327でさらに400ちょいぐらいまで、あそこまで上がってきたら多分見えるから行ってもいいよね。そうっすね、意外と早く、うん、多分327は多分1時間かかんないでしょこれ。感動してますか、ライト。マジでいい、超いいです。サムライト好き2人。あ、めっちゃ今指ボワって言うから。マジですか。これ超いいわ。こういう気温とかにも最高だよね、うん、最高っすね、うん、結構このサムホールも重心、うん、あ、そうそう、ここで固定できるから、うん、意外と握っちゃえばあんまり防水のグローブじゃなくても結構しっかり濡れ守ってくれる。はい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 、お米入ってる。いいですね、こういうフィールドテスト大事だよね。大事っすね、ね、使ってみないとね、やっぱわかんないっすね。ソニックだとちょっと濡れちゃいそうなシチュエーションも安心そうだね。すごいうん、コアの調子どうですか？汗かいてますか？やります。びしゃびしゃだな。びしゃびしゃ。ちょっと寒くなんないですか、ね、ちょっとハイクアップ先頭ずっとウオちゃんね、あのトップでやってくれてたもんね。ちょっと汗かいちゃった。汗も雪も直接なんて大丈夫ですかね。す、大丈夫ですよ、コアなら。乾きますよ。本当ですか？ありがとうございました。劇場、コア劇場。コア、来てますか？来てますよ。じゃあ、大丈夫ですよ、乾くんで。安心です。ありがとうございました。石田さん、コア来てますか？来てますから。安心してください。安心してください。来てますから、ちゃんとね、安心してください。ありがとうございます。じゃあこれであそこから攻めるってことでいいですか？はい、そうしましょう。今ちょうどみんなが歩いてる、歩いてるところ、あそこから、あの辺から、なんか谷良さそうね。ねえ、いいよね。いや、あっちで合ってますよ。ストレートにと思ってた。うん、高度感出てきたよね。これがちょうどなんか下から見ててあの斜面だって言ってたところで、この尾根を使ってあのピークまでまずは目指します。あれすげえ目立つよね、下からで。とりあえず左、左気味に、左気味に行きますか。あんま真ん中落としすぎないようにして。そう、下まで行っちゃうと登ってくるの大変だから。まずちょっと様子見も含めて、はい、ちょっと左の際の方行く。あっち側を少し落として、うん、そう、滑り自信ない人はちょっと左気味に行く。お願いします。はい、準備、準備しましょう。始め、服部先生、じゃあ、はい、ファーストドロップ行きますか。いやいやいや、皆さんすごい森の中歩いてきたし、バリエーション飛んでてあっという間だった、ね、そうだね、割と気持ちいい俳句、俳句って感じだった。いやいやいや、そんなことない。それはもちろんありますけど。昨日よりでも楽しいよ、歩くとこだった。ヨウちゃんどう、雪板は今年初めて。最高。スノーボードもやったっすけど、うん、全然雪板の方が楽しい。楽しい。本当に怖
こんな贅沢な遊びを教えてくれてありがとうございます。いいですね。いいね、こういう遊び方はね。まとめて。ムーンライトギアのお店でもじゃあ、いや、やりたいっす、本当に。うん、お客さんにもたくさん魅力を伝えてもらって、うん、ね。なんか自分たちがやってる遊びが全部詰まってる感じありますね。そうだよね、なんかね、うん、OMM とかの地図読みからさ、うん、足裏でしっかり踏む、うん、ね。そう、本当総合力試される感じ。うん、確かに確かに。安全にね、あとは下って、雪崩のリスクも、ね、今日はちょっとあると思うから。あったかいから。そうそうそう。少しそこら辺は注意しながら。いいね、リアルで。あ、今日は風もないから穏やかだよね。穏やか。これでちょっとトップで一休憩して、これからみんなで下ろうかと、うん、いいね。ケロちゃんの靴はトラッカー。トラッカーっす。全然やっぱ防水だし、うん、あったかいっすね、歩いてると。普通に全然冷たくない。携帯してるとちょっと寒いかなって感じる時あるんですけど、うん、歩いてたり行動してるとあったかいっすね。全然冷たさは感じないっす。なんかさ、逆に指先動くからさ。そうですね、行動してる時あったかいよね。あったかいっす。停滞してる時は結構指先動かしたりとかしてね、温めて、うん、全然いけますね。基本やっぱムーンライトチームは当たり前のように全員ビーボ履いてるから。ヨガちゃんもビーボで、今日は、お、石田さんももちろんです。全然余裕ですか。履いてますよ。だからベアフットのね、一個懸念点、いや、雪とか冬冷たいんじゃないかっていうところだけど、全然大丈夫ですよね。うん、全然大丈夫。まあ全然っていうか、あのサーマルインソールがすごい動いてるからね。これがね、なんかもう泊まりとかになるとちょっとしんどい、心配だけど、うん、なんか普通に指先北海道とかつければもう全然余裕で停滞しててもいけるし、まあ、特に手も高いし。お湯です。お湯いる。ちょうだい。結構ね、雪板にやっぱり足裏感覚がすごいあるから、あざす。ビボは本当相性いいなっていうのを俺たちも感じてるよね。それ最高っすね、うん、これ以外考えられないぐらいね。俺もちょっと、僕トラッカーとスコット両方入ってるんですけど、うん、それぞれ良さがあって、うん、なんかこのスコット凍った時に対して板に雪がついてそれが凍っちゃうんですよ。はい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 、その粒にしっかりここのラグが入ってってくれるから。へえー、気温、今日はね逆にトラッカーが良かったかもしれない。あー、ちょっと気温高いからか。気温が高いから、うん、あんまり凍らないと思うんですよ。確かに。なんか俺も今あのレザーの、あのメンブレンのないやつ履いてるんだけど、全然問題ないね。朝のしっかりオイル、うん、しっかりしてくれば防水性もメンブレンなくてもいけるし、うん、でもトラッカーとかだとさらにメンブレンもあるから安心だよね、うん、言い出せるならトラッカー間違いない。6ぐらいかって。もしくは石田さんが履いてるトラッカースの、うん、こっちの方がさらにライニングが中に入ってるんで、うん、保温性も高いし、高い、結構ね、みんな冬ビボ辛いんじゃないのっていうふうに思うけど、今全員ビボですね。全員ビボ。締め付けられちゃう方が寒いよね。結構終盤なくなるね。だ、今も全然俺もそんなに厚手のソックス履いてない、うんうん、そろそろ行きますかな、うん、いいっすか。ゴーグルしなくて大丈夫。大丈夫です。オッケー、ご安全に。はい、行ってきます。おいっす。うわお、ナイス。お、いいじゃん。
いやー、おー、いいね。うわーす、うわー、すごい跳ね方してたぞ今。ナイスナイス。おいー、うわー、乗っちゃったね。いいよー。うまいうまいうまい。正面向こう。ナイス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 。いやいいラインやば、おお、いいやー、イエーイ、うおー、セッション、イエーイ、ナイス、うぇー、ナイス、あの辺で上の方滑ってんだよ今ね、今一瞬消えた、あれ、うん、わかるかな、見えない、今抜けたでしょ、ケロちゃんが一番後ろなの、お疲れでした、疲れでした。最高の2射目、どうよみんな、楽しかった、最高です、最高だった、ね、満足な滑りできました、納得の滑りできましたか、納得です、いやでももうちょっと頑張りたいと思います、修行が必要、5人は修行が必要です、修行が必要、まだまだ、ヨッシーは修行が必要です、修行が必要なのあと3日で仕上げる、千代田さんは修行足りないよね修行足りない、ああやっぱ硬くなっちゃうよね、そうですね、行くぞーって時にさ緊張でいくらい、あでも みんないい滑りでした、いい場所だったね、すごいね、すごいいい場所だったね、本当に本当にこんなところがあるとは思わず、そうだね、うん、でもシケーズで見ているので形はわかるけどね、あんなに大きいバンだと思わなかった、白樺の森頑張ったらいけるっしょ、うん、最後下ってたよね、これで帰り両岸のラッセルアート行って、いやいい、いい遊び場でした、そうでしたね、明日どうする？明日ね。偵察。ありだよね。偵察しようか。疲れてるし。あさって。それもありだね。日次第のところもあります。天気あったかくなったら偵察して。石田さん、お疲れ様です。最後だけ。20回も見た。足に来ちゃってたってこと？どうですか、初めての雪板セッション、いや楽しい、楽しいっすよね、シンプルだから楽しいね、うん、なんかさこれで冬、春ぐらいはもう少し小さいスノートイでさ、うん、雪があんまり ね、うん、コンディション良くなくても遊べるやつやろうよっていう話してるんで、
その時も石田さんぜひ初めて雪板滑る人とは思えないあの斜面からのドロップ。確かに、まあ、でも石田さんスキー、ね、スキーとかでバックカントリーはもうね、俺たちよりもよっぽど経験値高いから。親子と今谷落ちてた。何やってんの、何やってんだよ、何落ちてんだよ。いいじゃん、みんなヘトヘトです。全員ヘトヘト。楽しかったね。ほんとだ、エモい、エモい。僕らが行ったのはあそこの斜面の、こんな感じです。美しいね、ほんとに綺麗。軽く感動しちゃってます、私。ねえ、本当にこの景色は最高だよね。いや、最高っすか。最高です。旅って、旅っていいものですね。塩散歩になっちゃった。今日塩散歩じゃない。でも本当そんな感じよな。みんなで登って、みんなで帰って。もう伊沢さんソリになっちゃってるじゃん。うまい、さすが盾、盾。みんな来る、みんな来る、続々と来た。みんな同じところで帰りよ。もう割とみんな疲れちゃってるねこれね。歩いて歩いて、マジナさん来た。スピード出ると木ね、危ないから。いやー、みんな同じところで。お土産ですか、記念に。こっちから見た絵がやばいな。これすごいね。どうやったらこんな綺麗にここに入れられるの。収まってますよ、ちゃんと。やばい、最後まで持ってこう、これ。一日出し的な。やばいね。前島さん、お疲れ様でした。無事下山ってことで、みんな結構ヘトヘトだけど満足感が半端ないですね。今日は満足感、今日もか、今日もだけど、ね、でも振り返ったら結構やっぱ遠くてさ、そう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 、山がさ歩いていったんだなみたいな。いや、最後に振り返って滑ったとこ見たら割と感動しました。感動するよね。なかなか北海道で聞いたトリップも行けた合宿か。いい感じでできてるね。そうだね。怪我なく後半も行きたいですね。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でーす。どこ？どこ？一応こう立ってる。どうしますか？ましょう。はい。あっちにさ、あっちにすげえ斜面見える。あれ遠ざかないでしょ。あっち？いやでもトンネルのところからさ、カニ降りて上がれば。言うねえ片倉。だいぶ雪板に対して積極的になってきたね。
じゃあ行きますか。Uターンできるかな。この車Uターンできるかな。今日は山口さんもします。行くよ。山口さんもします。最近入隊軍隊に入隊体験入隊でよろしくお願いします。稲子集団食い散らかし稲子集団稲子集団去った後はもうどんな斜面もギタギタに誰も滑れないぐらいギタギタになってはい戻ってはいここのこれがに行って、はい、これ行って、はい、今見えてる斜面があるんですよ、はいはい、これどうですか。行きましょう、はい、雪の調子もいいし OK です。じゃあ行きますか。戻りいいですね。万が一なんか俺らがスタックしたらまた山口さんが引っ張ってもらって、はい、どう一回なんかですか。じゃあ山口さんが先行で先行で回転が大変だな。ちょっと下まで降りている。そうだな。あそこの下がね。ちょっと下降りて回転できるところを回転して。そうだな。思ったより平坦だったな。これ気持ちいいから開けっぱなし。なんか斜面良さそう。良さそうよ。片押し超やる気満々じゃん、もう浸透式。こっから落としてきますか。この下多分良さそうじゃない。こっちが全部ドーンだよね。オープンだったっすよね。雪も良さそうだし、ね。ハハハハハ。